ミッチェル・デュークはオーストラリア・ニューサウスウェールズ州リバプール出身の同国代表サッカー選手。J リーグファジアーの岡山 FC 所属。ポジションはフォワード。セントラルコーストマリナーズ FC の下部組織出身。2011年2月にセントラルコーストマリナーズ FC のトップチームに昇格する。2011年にセミプロリーグのブラックタウンシティに期限付き移籍した。 2013年8月にはイングランドプレミアリーグのウエストハムの入団テストを受験するも契約には至らなかった。しかし、入団テスト後に質が全く異なり、非現実的な経験だったが、この経験は国内リーグで活かせる自信があると語り、契約には至らなかったものの、自身の成長につながったと前向きに捉えている。 2015年2月に J リーグの清水エスパルスに完全遺跡で加入する。2015年3月8日、ファーストステージ第1節鹿島アントラーズ戦にて J1 デビュー。5月10日のファーストステージ第11節ビッセル神戸戦では遺跡後初得点を記録し、チームの開幕戦以来となるシーズン2勝目に貢献。しかしシーズン通して慣れない WG での起用が多く、 リーグ戦29試合に出場したものの得点は、この1得点に止まり、チームは J2 に降格した。2016年シーズンは開幕戦から7試合連続出場。2016年3月26日、第5節モンテリオ山形戦でシーズン初先発を果たすと決勝点となる、シーズン初得点を記録。しかし、4月末の練習中に、 左膝前十字人体損傷し、全治六ヶ月の診断で長期離脱。チームはリーグ最終節で J1 昇格を決めたものの、自身は7節以降の出場はなくシーズンを終えた。2017年シーズンは3月4日の第2節のサンフレッチェ広島戦で後半 AT に途中出場し、久々のリーグ戦出場。2017年4月8日、 第6節柏レイソル戦では後半 AT に試合を決定づけるシーズン初得点を記録。6月以降は左右の WG として信頼を勝ち取り22試合に先発出場を記録。またベンチ入りした試合では必ずと言っていいほど途中出場を記録しリーグ戦は自身最多の31試合に出場。監督が交代した2018年シーズンは当初は 途中出場を中心にコンスタントに出場を続けていたものの8月末以降はベンチ外やベンチ入りしても出場がないことが増加リーグ戦では22試合に出場もシーズンを通して得点を記録できなかった2018年12月7日清水エスパルスより契約満了が発表される清水では本職の CFW ではない量 WG での起用が多く 在籍4年間でカップ戦含めた通算5得点、またホームゲームでは得点を記録できず、得点面では外国人スケット FW としては物足りない印象であった。しかし、攻守において発揮されるハイボールの強さ、チームに推進力をもたらす豊富な運動量とスピード、そして本職は FW でありながら確実にミッションをこなす守備力などで、 チームに大きく貢献し、在籍通算106試合出場を記録した。2019年1月27日、A リーグウェスタン、シドニーワンダラーズ FC への完全移籍が発表された。移籍直後の2019年2月1日、第16節入荷するユナイテッドジェッツ戦で、移籍後初出場初得点を記録。2019年3月8日の第21節に、 初先発を果たすと、そこから3試合連続得点を記録。第21節最終節の第27節まで7試合連続先発出場を記録し、移籍初年度のシーズンを11試合出場4得点で終える。2019、2020シーズンは、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC のキャプテンに就任。全リーグ戦26試合に先発出場。 キャリアハイのシーズン14得点を記録し、チームを牽引した。2020年8月22日、ターウン FC に2年契約で完全一席。2020年9月15日、AFC チャンピオンズリーグ、グループ C 第3節ペルセポリス FC 戦で、移籍後初出場。2020年9月24日、グループ C 第6節、アルドファイル SC 戦で移籍後初得点を記録。 2020年10月17日、第一節、アルファイサリー・ハルマ戦に先発出場し、サウジプロフェッショナルリーグデビューを果たす。その後もコンスタントに出場を重ねるが、国内リーグでの得点を記録できなかった。2021年2月1日、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ FC へ、ローン遺跡での復帰が発表される。2021年2月21日の、 第9節ウェリントンフェニックス FC 戦で復帰後初出場。3月以降は先発を勝ち取ると順調に得点も重ね、17試合出場、6得点でシーズンを終える。2021年8月4日、J2 リーグファジアーの岡山 FC に加入。2021年8月9日、第24節レノファ山口 FC 戦で岡山デビュー。翌、 第25節 FC 町田ゼルビア戦で移籍後初得点を記録。2013年7月に東アジアカップ2013のオーストラリア代表のメンバーとして代表初招集される。同大会の日本代表戦で代表初ゴールを決める。2019年11月14日、2022FIFA ワールドカップアジア2次予選のヨルダン代表戦で久々に A 代表に招集され、70分から途中出場。2021年6月7日、同チャイニーズ台北代表戦では先発出場し2得点を記録した。2021年に開催された東京2020オリンピックには U-23 オーストラリア代表にオーバー A 字枠で招集。グループリーグの U-23 アルゼンチン代表戦。 U-23 スペイン代表戦に先発出場。2021年9月に行われる 2022FIFA ワールドカップアジア3次予選で代表に招集。これはファジアーの岡山にとって初の所属選手の A 代表選出となった。2021年9月2日、初戦の中国代表戦にてチーム3点目となる得点を記録。国際 A マッチ4試合に得点。 ありがとうございます。